皆さんお疲れ様でございます。本日は新潟県行財政、行財政改革県民説明会ということで、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。私、新潟県の総務部長を務めております大田と申します。私の方から本日はですね、資料の方の説明をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。でまずご説明に入る前にですね、2点ほどお断りというかですね、お話をさせていただきたい、お願い事をさせていただきたいと思っております。1点はですね、この新潟県の行財政改革でございますけれども、計画策定をいたしましたのが令和元年10月ということでございまして、以降毎年こういった県民の皆様への説明会というものをですね、させていただいてございます。したがいましてですね、毎年させていただいておりますので、これまでもですね、ご参加いただいていらっしゃる方もですね、本日またいらっしゃっていただいているかと思います。その場合ですね、これまでのお話とやはり重複してしまう部分があろうかと思いますけれども、そこは本日初めてという方もいらっしゃるかと思いますので、そこのあたりはですね、すでに聞いたことがあるよというところもですね、何とかご容赦をいただきたいなと思ってございます。もう1点でございますけれども、本日の説明ですね、さまざまに専門的な言葉が出てまいりますけれども、私の方でですね、できるだけ噛み砕いて平易な言葉でご説明をさせていただきたいなと思ってございます。その場合にですね、厳密に言うと実は違うんだよというところもですね、出てきてしまうかもしれません。ただそこもですね、なるだけ平易な言葉でご説明させていただきたいと思っておりますので、ちょっと違うなといったところもですね、ここもできましたらご容赦いただければなと思っているところでございます。それでは早速ご説明の方に入らせていただきたいと思います。まず、本日の説明の内容をですね、全体像をご説明を申し上げたいと思います。まずですね、本日の内容といたしましては、まず冒頭にですね、全体の内容のポイントというものをですね、まずお示しをさせていただきたいと思ってございます。2番といたしまして、行財政改革行動計画、令和元年10月に策定をいたしました。その時点での策定の経緯といったものもですね、2番目にご説明をさせていただいて、で、3番目でございますけれども、さてということで、行財政改革の取り組みというものをどういったことをしたのかといったところですね、続いてご説明を申し上げたいと思っております。で、最後、4番でございますけれども、今後の行財政運営ということで、今現在、令和元年の今年度の新潟県の取り組み、また来年度以降のですね、新潟県の取り組みといったところもお示しをさせていただきたいと思ってございます。で、まず申し上げましたご説明する本日の内容のポイントというところ、全体像でございますね、こちらの方を お示しをしたいと思います。で、ポイントの一番ということでございます。県ではですね、この一丸目でございますけれども、令和元年10月新潟県行財政改革行動計画というものを策定をいたしました。で、これは何でかというとですね、この1行目にございますけれども、令和年10月の時点でどうもその令和4年度末に、財源対策的基金、ここまた早速専門用語出てきてしまっておりますけれども、この、基金というものはですね、新潟県の貯金というふうにお考えいただければ語弊がないかなと思います。財源対策的ということでありますので、何かあったときに準備をしていく貯金というふうに、お考えいただければと思います。そういったものがですね、令和元年10月の時点で令和4年度末に枯渇してしまう、ゼロになってしまうということがこの時点で見通しされてしまったということで、これは何とかしなければいけないということで、行財政こちらの方を改革していかなきゃいけない、このための行動をどういった行動をしていくのかという計画を立てさせていただいたと。で、その後、その計画に基づいて歳出、税ですね、それと債務、入りの方のそれぞれの改革を進めさせていただいたというところでございます。で、二丸目、これまでの取り組みによりまして、令和5年度当初予算までにですね、234億円の収支改善、レト入りで、234億円改善をさせていただいたということでございます。で、これも後ほど申し上げますけれども、目標と行動計画で目標としておりました、財源対策的、先ほど申し上げました貯金ですね、こちらの方ですね、230億円というものを目標とさせていただいておりましたけれども、こちらの方の目標は現時点で達成をさせていただいたというところでございます。加えて、
これも目標とさせていただいていたのが、令和5年度に収支均衡、先ほどですね、収支バランスが崩れて、先ほどは申し訳ないでしたね、収支バランスが崩れていた中で、令和5年度にその収支がバランスするといったところ、これ、こちらの方のグラフを見ていただくと、分かりかと思いますけれども、出と入りでですね、出の方が多くなっていたといったところを、令和5年度の当初時点で均衡したというところも目標として達成をさせていただいたというところでございます。で、302でございますけれども、今後、これまでに改善を図った、財政の状況ですね、こちらの方を堅持をさせていただきつつ、今後着実にですね、財政運営していくということのためにですね、この10月、先月の末に、新たな方針として新潟県行財政基本方針というものを策定をさせていただきました。行財政改革、行動計画というものは今年度末で終了という形になりますけれども、現時点10月末時点で基本方針というものを策定をさせていただいた。この内容につきましても後ほどご説明をさせていただきたいと思ってございます。で、ご説明を申し上げるポイントの2点目でございます。先ほど来申し上げております県の貯金でございますね。こちらの方、この青い棒グラフ、こちらの方が財源対策的基金ということで、先ほど申し上げた何かあった時に使えるような貯金というふうにお考えいただきたいと思います。で、黄色の方が、県債管理基金、交際費調整分という呼び方をしておりますけれども、これはどういったものかというと、県の方で借金をしているお金、これをですね、先々返していくために、取っておいている貯金であるというふうにお考えいただければ、大体あったかなと思います。こういったものがですね、この上と下で、上はですね、令和元年10月の新潟県の基金、貯金の状況でございました。で、これ見ていただきますと、お分かりの通りですね、令和元年10月の時点で、以前、平成27年度末で、財源対策的基金507億円、国債調整が371億円あったものがですね、令和4年度末にゼロになってしまうという見通しが立ってしまったというのが、この行動計画を策定した時点での状況でございました。で、これが下の令和5年9月、直近の中期財政収支見通しというものをですね、毎年県の方では定期的に見通しを立てさせていただいておりますけれども、直近の見通しにおきましてはですね、このように改善をしているというところを見ていただくために、出しをいたしました。これ見ていただきますと、枯渇すると言っていた令和4年度末の時点で、この財源対策的基金は230億円で、交際費調整分と呼ばれるものについては332億円という形で、行動計画策定時点と比べて、大きく改善をすることができました。これもやはり県民の皆様のですね、ご理解、それからまたご協力いただいた中で、こういった取り組みを進めさせていただいて、ここまでなんとか来ることができたというふうに考えているところでございます。また、これでいいというわけではもちろんありませんので、今後、こういった状況をですね、安定的な財政運営として引き続けていなけ、続けていかなければいけないというふうに考えているところでございます。で、ではですね、この令和4年度末に基金の貯金がですね、ゼロになってしまうと、こういったことは何で起こってしまったのか、そして、そこに至った上でどういった行動計画を策定したのかといったための経緯をですね、ご説明申し上げたいと思います。その前にこの新潟県の概要というものをですね、簡単にお示しをさせていただきました。新潟県の概要といたしましては、総面積、12,584km、全国で第5番目の広さという、非常に大きな県道を持つ、県でございます。人口としては215万人、全国第15位でございます、15位でございますけれども、ご案内の通り、新潟県の人口は大変速いスピードで減少してしまっているというのが非常に大きな課題として、ございます。で、もう少し復元をさせていただきますと、新潟県の、道路延長ですね、これ国、県道、6,658km ということで、これ全国第2位ということで、非常に長い、道の延長を持っているということでございますし、また河川の方もですね、河川延長が1級、2級でございますけれども、5,170km ということで、こちらの方も全国第2位ということで、道も河川も非常に長い、そういった地理的な特徴を新潟県を有していると
というところをまたご理解いただければなと思います。で、次に先ほど申し上げました新潟県の人口が減少しているといったところをグラフでお示しをしたものがこちらでございます。これは横幅がですね、昭和56年からということでちょっと長い間で見ていただいてますけれども、特にやっぱり見ていただきたいのはこれ点線が全国でございまして、青線が新潟県でございます。全国よりも早いタイミングから減少に転じてしまっているというのがまず見ていただけるかと思います。加えて、見ていただきたいのが平成9年、これが新潟県の人口のピークでございました。249万2千人というのがこちらがピークでございました。で、現状、直近の令和4年でございますけれども、215万3千人ということで、ピークから34万人ほど減少してございます。これは長岡市の人口がですね、およそ26万人ということでございますので、長岡市の人口以上に人口が減ってしまっていると。わずか20年ちょいで、それだけのスピードで人口が減ってしまっているというのは非常に大きなところであろうか。これが今現在の新潟県の最大の課題なんではないかなというふうに言っているところでございます。で、先ほど申し上げました新潟県の地理的な特徴ですね、またグラフで図示させていただいたものなので少し繰り返しになりますけれども、新潟県の、面積でございますけれども、先ほど申し上げた通り全国第5位ということで5番目、12,584km で、国土県道の道路延長は、全国第2位、それから河川の延長も一級2級で全国第2位ということでございます。やはりその様々なこのインフラというものの整備の必要性が、他県に比べて高いというところはいるのかなと思ってございます。で、次にですね、県の財政構造というものを全国と比較をさせていただいたグラフを見ていただければと思ってございます。これは普通会計決算というものでございますので、病院とかですね、規模会計、そういったもので、あるというふうにご理解いただければなと思います。で、いわゆる普通の県 の, 会計、お財布だと思っていただければいいと思いますけれども、これ、歳入で見させていただいて、入りですね、お金の入りでございますけれども、左側が本県、右側が全国でございます。やはり見ていただきたいのは、この県税の収入ですね、皆様から頂戴している税金でございますけれども、全国の方と比べますと、やはりこの県税が占める割合というものが、全国と比べると非常に低いと、全国平均が 40% という中で、新潟県 27% ということで、県税が占める割合が全国と比べると小さいというのが一つ。もう一つが地方交付税と呼ばれるもの、これは何かというとですね、これは新潟県が、地方税として徴収をさせていただいているものではないんですけれども、国が国税として徴収をさせて、されているものの一部、これを地方の固有の財源という形で毎年度国から配分をいただいています。これは新潟県だけじゃなくて、全国の自治体さまざまに地方交付税という形で配分をしていただいている。ただ配分でありますけれども、地方固有の財源という形で配分をいただいていますので、基本的には新潟県の自主財源というふうに見ていただいていいかと思います。で、これもですね、見ていただきますと、全国よりも新潟県でこの地方交付税というものがですね、大きくなっているということで、ございます。新潟県の自主財源である県税は、全国と比べるとやはりちょっと小さくなっている。で、先ほど自主財源で申し上げてしまいましたけれども、自主財源ではないその、国から配分をいただいている地方交付税の割合が全国よりも多いという状況でございます。で、次はですね、今度は出る方ですね、歳出の方のグラフを見ていただきたいと思います。同じく右側が全国で左側が本県という形で、ございますけれども、本県はですね、先ほどから申し上げている通り、道路、また河川施設の整備と、公共事業と言われるものの、そのための投資的な経費、そういった道路とかですね、河川整備のために必要なお金といったもの、そういった投資的な経費というものがですね、全国と比べるとやはり新潟県、そして経費が
大きくなっているというところでございます。またここに虹彩皮と呼ばれる紫色のものがございます。これは何かというと、まあ、簡単に申し上げますと、新潟県が借金をしたもの、これを返済するために使っているお金、まあ、借金の返済額だとお考えいただければ安得ないかなと思います。こういった交際費の割合も全国と比べると、新潟県大きくなっているということで、こういった投資的インフラのために必要な経費と、それから借金の返済の額というものが全国と比べて割合が大きくなっているというのが新潟県の状況でございます。で、次に見ていただきたいグラフがですね、これは投資事業の変化を示しをしたものでございます。これは投資事業はとは何ぞやということでありますけれども、先ほど来申し上げている道路とか河川ですね、こういったその施設を整備するため、またですね、そういった学校とか警察署とか、こういったその公共施設、こういったものを整備するために、行う事業、これを投資事業と申しておりまして、そのために必要な経費を投資事業にかかる投資的経費というふうに、ご理解いただければなと思います。で、このグラフ見ていただきますと、これは誤解なく申し上げたいんですけれども、左側と右側の物差しが違います。なので単純には比べられないんですけども、形で見ていただければなと思います。で、このオレンジ色の点線が全国の変化で、青線が新潟県の変化でございます。まあ、見て、いただいてお分かりの通り、どちらも減少傾向にはございますけれども、注目していただきたいのが、全国はこの平成10年から平成29年、まあ、およそ20年間の間に全国はマイナス 59.8%、およそ6割減少しておりますけれども、新潟県はマイナス 68.5% ということで、全国よりも率としては、こういった投資的経費、減少させてきているという状況にあるということをご理解いただければなというふうに思っているところでございます。ただ先ほど見ていただきました通り、出の方ですね、これちょっと見ましょうか、これは歳出でございますけれども、全国よりも減少させていますけれども、まだ投資的経費は全国と比べて大きいといったところが言えるということかなと思ってございます。そうした中で、行動計画策定当時、令和元年10月でございますけれども、本県の財政状況がどういったものにあったのかといったものを示したのがこのページでございます。こちらの方にですね、決算額の推移としてデト入りのグラフを示させていただきました。この青線が歳入入りであります。点線が出ということでありまして、見てお分かりの通り歳出が歳入を上回って推移をしているということで、ございます。で、見て、まあ、さらにまた見ていただくと分かりの通り、その差がどんどん拡大しているというのが当時の状況でございました。で、その不足分は当然のことながらですね、この県の方の基金、貯金ですね、これを崩して対応していたというのが当時の状況でございまして、そちらの方の基金の残高の見通し、元年10月の時点の試算で、作られた試算がこちらでございまして、先ほど来申し上げている通り、これだけあった基金がですね、あっという間に、そこを作る見通しになったというのが、その当時の状況であったというふうにご理解いただければなと思います。で、また当時の財政状況をですね、もう少し見ていただきたいということで作ったページがこちらの方でございまして、これは平成30年度決算時点の実質交際費比率というものの全国の順位を示したものであります。これは実質交際費比率とは何ぞやという話になってしまうんですけれども、これは先ほど来申し上げている通りですね、県税とか地方交付税といった、まあ、県がその年にですね、ある程度自由に使えるお金でございます。まあ、それと比べて借金の返済に使わなければいけないお金、これを交際費の実負担と呼んでおります。この交際費の実負担というのは後ほどご説明させていただきますけれども、まあ、平たく言うと借金の返済に使わなければいけないお金、これと2つの費
数値が高ければ高いほど、まあ、あの借金に使う現あのお金が大きいということで、あの非常に体制としては苦しいという状況になるというふうにご理解いただければなと思います。で、これは平成30年度の決算ベースでありますけれども、新潟県がですね、この時点で 15.9%、全国44位というのは非常に悪い状況にすでにございました。そしてですね、これがさらに問題なんですけれども、この時点で、この実質公債比率というものがですね、18% を超えるとですね、18% 以上となった場合ですね、あの検査の発行をですね、国の許可が必要になるという記載許可団体というものに、なってしまいます。で、この記載許可団体というものが何かというと、先ほど来申し上げている通り、まあ、県があの借金をしようといったときに、通常はですね、国に届け出をすればできるんですけれども、これが許可になってしまう、国にお願いをして許可をもらわないと記載ができなくなるというのがこの記載許可団体でありまして、この比率がですね 18% 以上になると、そういった団体になってしまうということが、この時点で見込まれてしまったというところでございます。したがってですね、新潟県何をしたかと申しますと、あの記載許可団体になった場合はですね、あの交際費負担適正化計画というですね、計画を策定をして、どうやって対応していくのかというものをですね、しっかりと計画を定めて取り組んでいかなければいけないということになるんですけども、それはそのなった段階で作るということではなくて、もうこれが見通されたこの時点で、具体的には令和2年の3月にですね、交際負担適正化計画というものを前倒しで策定をさせていただきました。で、すでにもう、まあ、その計画に基づいて取り組みを進めさせていただいているというのが現状でございます。で、次にですね、この財政悪化の要因分析というものをですね、させていただきたいと思います。まずですね、その歳入面、歳出面、それぞれにあの要因があろうかと思います。歳入面で申し上げますと、全国を上回る人口減少の影響により地方交付税が減少してしまっている。これはどういうことかと申しますと、先ほど来、この地方交付税、国から配分される地方交付の財源であるというふうに申し上げましたけれども、これも各自治体ごとの人口、これがですね、一つの指標となって配分の量が決められるものでございますので、全国よりも早いペース、早い角度で人口減少が進むと、この地方交付税の減少もですね、全国よりも進んでしまうという傾向がございまして、これ見ていただくと分かりの通り、この青い棒グラフで、地方交付税は減少、非常に急角度で減少していたという状況でございます。一方ですね、このこちらの白い棒グラフの方は県税でございまして、こちらの方はこの平成27年あたりから、まあ、横ばいになっていたというところでございます。これも要因としてはさまざまなものがあろうかと思いますけれども、一つにはですね、新潟県やはりそのあまり全国と比べて大企業と呼ばれる大きな企業が比率としても少なくて、中小企業、また小規模の事業者の方々が非常に多い、それがその新潟県の産業の基盤となっていただいているというところでございます。こういった産業構造になったときに何が起こるかというと、その例えば景気が浮揚したときにですね、その景気の浮揚がなかなか大企業はまあ早く現れるんですけども、中小企業とか小規模企業事業者の方々にはその景気の浮揚効果がなかなか現れにくいといったところからですね、全国と比べると県税の伸びもですね、なかなか遅れていたというのがちょっと要因としてあるのかなと思ってございます。で、もう一つ歳出の面で申し上げますと、こちらの方、交際費、まあ、借金の返済に充てるお金ですね、実負担の見通しが非常にこの伸びていってしまっています。これもですね、交際費の、県自らの負担、まあ、実負担といわれるものの増加が見込まれてしまっていた、この出と入り2つの面で財政が急速に悪化をしていたというところでございます。で、この交際費の実負担とは何ぞやというのをですね、お示しをしたページがこちらでございまして、少し説明をさせていただきたいと思います。交際費の実負担でございますけれども、投資事業を実施する際にはですね、この本来地方自治体というものは借金というものは限定的にしか認められておりません。本来は借金は例外的に認められているものだとご理解ください。
ださいで、どういったものが例外的に認められるかというと、こういったですね、その投資事業を実施する際、例えばダムとか、まあ、河川整備とか、まあ、そういったものは将来的に効能が発揮されるものでございますので、将来先々10年、20年、30年先まで、使われるそういったインフラ整備をですね、現在の世代の方だけで負担をしていくというのはやはりちょっといかがなものかなということで、そういったその先々にもこの発揮されるようなものは世代間の公平性といった観点からして借金をさせていただいて、で先々10年、20年、30年と返済をさせていただく中で、公平にですね負担をしていくというのが考え方として適当だろうということで、そういったものについては借金をして、返済していくということが認められているということでございます。でこの時にポイントとなるのがですね、返済のために元利償還金、まあ返すためのお金ですねが当然発生しますけれども、この一部についてですね、この先ほど来申し上げている地方交付税という国から配分されるお金の中に一部国がですね、そこを見てくれているという仕組みがございます。これは借金、さまざまな記載、まあ、借金の種類がありまして、それに応じて、まあ、どれぐらい地方交付税で見ていただけるかというその割合もそれぞれの記載ごとに変わってくるんですけれども、それはその、なんだ、すいません、交付税の、措置率ですね、はい、交付税措置率、すいません、失礼しました。交付税措置率がそれぞれ違っていて、それに記載の種類によって、まあ、様々に措置率があるわけですけども、まあ、いずれにして何らかの形で措置を されるものが、この図で、申し上げますと、この上の部分ですね、これが、まあ、交付税として措置される部分で、それ以外の部分は自治体の方で自分で返済していかなきゃいけないと、ここを実負担と呼んでいます。なので、交際金の実負担というものはこういった考え方に基づくものだというふうにご理解いただければなというふうに思います。はい、で、次にですね、まあ差は去りながら、なんでそこまで悪くなったのに分からなかったんだといったところもお感じになられるかと思います。過去の財政運営の経緯の一覧という形で、これは平成18年2月改定以降の財政運営計画、その毎年度財政運営の計画を立て出させていただいておりましたけれども、なぜこういった財政運営になってしまったのかという経緯として、申し上げさせていただきたいのが、この平成18年2月改定以降でございますけれども、これは何があったかと申しますと、まあ、国の方でですね、まあ当時の2005年の展望という形で成長率、まあ、国の施策、まあ、様々な危機対策を打たれる中で今後こういう形で成長率が動いていくだろうといったものがございました。その中で県もそれに合わせて様々な施策を当時から展開をさせていただいておりますけれども、そういった効果がですね、最大限発揮をされれば景気はですね、浮揚して経済が成長していくだろうということで、今後の財政運営の見通しの中にですね、当時の新潟県、非常に高い経済成長率、これをですね、見込んで財政運営をしていたというのが当時の状況でございました。これ見ていただきますと分かる通り、平成18年からこれ計画が当時今申し上げた高い成長率を見込んだ数字でございます。 3% から 2% ぐらいでダーッと高い、非常に高い名目の経済成長率を見込んでいた、まあ、こういった高い経済成長率の中で、まあ、税収も上がっていくだろうし、財政運営もこういった中で様々に積極的な財政運営できるだろうということで計画を当時はしていたと。ただご案内の通りですね、実績としてはそこまで高い成長ではなかったというのが実態でございます。結果してこれは赤囲みで、お示しをさせていただいておりますけれども、マイナス、実績と計画と比べると実績はマイナス、大きなマイナスで推移をしていたというのが実際のところでございます。これはやはりですね、こういった見通しを立てていたというのは結果として、適切ではなかったというふうに考えているところでございます。現在の県のこの財政運営の中での見通しといたしましては、同じく、まあ、国の見通しをですね、
使わせていただいているんですけども、こういった高い成長率ではなくて固めのベースラインと言われる成長率、これをですねベースに、見通しをさせていただいた上で、さらに地方と国の実績、まあ乖離がございますので、そこもですねしっかりと見させていただいて、固い見通しで、今運営させていただいているというのが現状の状況でございます。で、次にですね、まあ、その財政運営の経緯の丸2番目でございますけれども、これ、資金手当債の発行額の推移というものをグラフでお示しをさせていただきました。また、ちょっとわからないことが出てきてしまっているかもしれません。この資金手当債というものが何かというと、先ほど県の自治体の借金というものは、インフラの整備、都市の整備の時に、認められるということを申し上げましたけれども、これ以外にも例外がございまして、これがこの資金手当債、まあ、読んでる字のごとくでございまして、お金がない、資金を手当するためのお金でございますので、これはインフラ整備のために、借金をするというものではなくて、例えば行財政改革、まあ行財政改革をするから、この浮いたお金で借金をさせてもらいたいとか、あとはまあ退職手当、こういったもののために借金をさせてもらいたいというような形で、まあ、インフラ整備とは別個の形で、借金ができる極めて例外的な記載でございます。これをですね、新潟県この平成18年2月改定以降時点で、非常に多額に発行をしてございました。当時彼は最大限活用して財政運営をしていたということが想定をされておりました。でこの資金手当債というものは先ほどですね、国から交付税措置というものがあるというふうに申し上げましたけれども、この資金手当債には基本交付税措置はございません。なので、全額きちんと自分で返さないといけないというものでございまして、これがその後年のですね県の財政に非常に大きく影響したというのは申し上げられると思います。これがその当時のからのその資金手当債の発行の推移でございまして、この辺りで大変大きな額を発行しているところでございます。これはやはり中越地震、それから中越沖地震、また行政サービスの水準をですね、これ維持するために、こういった資金手当債を発行していたというのが当時の実情だったのかなというふうに思っているところでございます。で、ノーアウェアということで、策定をさせていただいたのが令和の10月、時点の行政改革行動計画ということでございます。計画期間としては令和元年から令和5年度、5年度末までの5年間ということでございました。で、目標を立てさせていただいております。一つ目の目標、これは、令和5年度にまず収支均衡という利用均衡させるというところ、そのために必要なお金という形で、640億円の収支改革、これが必要だろうということ、これが一つの目標でございました。で、もう一つがですね、これはまあできればこの目標を何とか達成したいということでありますけれども、もしできなければ少なくとも目標の2番目として、大規模災害に対応するための目標として435億円という収支改革という2段構えの目標を立てさせていただいたところでございます。これはどういうことかと申しますと、大規模災害に対応するための目標額、これ、冒頭に申し上げましたけれども、財政調整基金として230億円、今現在積ませていただいてますと申し上げましたが、これがですねそれに当たるものでございまして、この230億円というものが一体何かというと、平成16年に、中越地震、それから 7.13 新潟福島豪雨といったものがございまして、同じ年に2つ大きな災害がございました。この時に出動した新潟県のお金というのがおおよそ230億円でございました。で、こういったその普通はまあ考えにくいんですけども、同じ年に2つ大きな災害が発生するような時にも何とか対応できるお金としてこの230億円というものを何とか蓄えたい、そのために必要な収支改革というものは、435億円です。これを少なくとも達成したいということで、2段構えの2番目の目標として立てさせていただいたということでございます。で、これを達成するためにどうしたらいいかということで、まずは歳出、歳入、それぞれですね、聖域を設けずに、あらゆる分野で
見直しをさせていただきたい。ただ、これもですね、ただ単に、事業をやめるとかですね、切るとかそういったことではなくてですね、関係する市町村の皆様や、関係団体の県民の皆様とですね、いろいろやり取りをさせていただきながら、ご理解いただきながら、歳出の見直しをしていくというところが一つで、またですね、単に削るという縮み執行ではなくてですね、さまざまに創意工夫をさせていただきながら取り組んでいきたいというのが二つ目で、やっぱりこの県民の皆様のご理解、ご協力を得られるようにですね、しっかりと毎年丁寧な説明をさせていただくと、この県民の皆様への説明会もそのうちの一つであるというふうにご理解いただければと思います。ではということで、行財政改革取り組みどうなったかというのが、これから申し上げたいというところでございます。評価ということで書かせていただいておりますけれども、令和5年度当初予算までに約34億円の収支改善を図ることができたというところでございます。これはこちらの表を見ていただければと思いますけれども、単年度ごとにですね、収支改善額こちらに載せさせていただいています。129、35、30、40という形で、累計していくと129、164、194、234、この234ですね、これが令和元年と比べると230億円の収支改善、これ全部合計すると721億円という形になります。先ほど見ていただいた通りですね、640億円というのが目標でございましたので、こちらは達成をしたということでございます。で、先ほど申し上げた通り、大規模な災害を行えるための財源対策的基金も230億円、これをですね、確保することができたということ、さらには、令和5年度に申し上げた通りですね、収支均衡も達成ができたというところでございます。で、これがですね、このデッド入りのグラフでありますけれども、これちょっとだけここにですね、令和3年にひっくり返っているところがありますけれども、これ国の方からですね、その年だけ、お米のですね、追加の配分がありまして、ちょっとイレギュラーなところがあるので、ここはそういったイレギュラー要素であるということでご理解いただければなと思います。いずれにしてもですね、計算ベースで見たときに、この出入りで、5年に均衡したというところは、目標として達成をさせていただいたということでございます。で、加えてということでありますけれども、これは令和13年度に交際費の負担のピークにも対応できるというふうに書かせていただきました。この令和13年度の交際費の負担のピークというものは、後ほどまたご説明をさせていただきたいと思います。いずれにいたしましてもですね、現時点の見通しでですね、目標も一定程度達成をさせていただきましたし、今後先々の非常に大きな山もあるんですけども、そこにもなんとか対応できる見通しまで、こぎつけることができたということでございますけれども、ただご案内の通りですね、今後の経済状況、今は金利が非常に上昇局面でございます。さまざまな変動要素がありますので、まだまだ決めることはできませんので、引き続き堅実にですね、中心に通しながら説明していかなきゃいけないというふうに考えているというところでございます。で、年度末の基金残高の見通しということで、一番最初にですね、令和4年にゼロになってしまうというのが行動計画策定時の見通しであったと申し上げましたけれども、これ現在どうなったかと言いますと、令和元年10月から行動計画取り組みをさせていただいて、現在令和4年度末時点で、申し上げた通り、230億円、財源対策的基金、今大規模災害に備えるための財源対策的基金に230億円をまず確保することができ、これは、この水準で今後もキープしていきたいと思ってございます。加えてこの黄色の方が、経済管理基金の公債調整分ということで、今後の借金のために、備えておく基金でございますけれども、こちらの方も今後の、これは今後の見通しでありますけれども、増やしていくということができるんじゃないかなというふうに思っておりまして、令和10年度末時点、これで450億円を超えてございます。これがですね、ちょっと大きな意味を持っておりまして、この令和10年度末時点で450億円を蓄えることができるというのが一つの大きな目標でありましたけれども、これもなんとか達成することができそうであるというところでございます。この意味合いについては後ほどご説明を申し上げたいと思います。で、
今度はですね、歳出歳入改革の主な取り組み、どういったことを取り組みをさせていただいたかというところをですね、お話をさせていただきたいと思います。歳出歳入ともにですね、正式な取り組みをさせていただきました。歳出についてはですね、事務事業の見直しということで、やはり事業の選択と集中、これを徹底をさせていただいたと。また人件費の見直しについてもですね、これは3割目でありますけれども、私ども職員の給与の臨時的な削減、今年度末まで続けておりますけれども、これも臨時的削減を実施をさせていただきました。また、組織体制、定員の方も、全般的にですね、見直しをさせていただいて、現在の財政需要に応じた形に、見直しをさせていただいたということでございますし、また勤務管理、時間外勤務についてもですね、さまざまな取り組みをさせていただいたところでございます。また投資事業の見直しということで、この借金返済額の抑制でありますけれども、先ほど申し上げた通りですね、公債費負担適正化計画というものを前倒しで策定をさせていただきました。で、この計画にのっとってですね、投資事業量をコントロールしてございます。で、このコントロールによって実負担額に基づいてしっかりとですね、運営できるように計画に基づいた管理をさせていただいているというところでございます。さらには公営企業の経営改善にも取り組んでいるというところでございます。また歳入の方でありますけれども、制度改正の提案とか活用ということで、国にですね、積極的に働きかけ要望等をさせていただいているところでございます。その中でですね、さまざまに地方交付税の新しい制度であったりですね、地方期待の制度の新しい制度改正、こういったものもですね、国に聞いていただきまして、制度改正を実現することもできているというようなところがございます。で、それぞれ、さらにもう少し、取り組みどんなことをしたのかですね、それぞれもう少し詳しくご説明を申し上げたいと思います。まず最初の見直しでありますけれども、先ほど申し上げた事務事業の見直しというもので、改善額としては107億円ほど今現在の段階で改善できたかなと思っております。これが見直し全体の表でありますけれども、この2、3、4のこの三角の数字、これを足していただくと107万円ということであります。で、申し上げさせていただきたいのは、決して縮小させただけ、見直しただけ、やめただけではなくて、新規の事業もしっかりと取り組みをさせていただいているというところ、加えてですね、この見直しの視点でありますけれども、ただ単にやめるとかですね、そういった形では県民の皆様への影響というものもあろうかと思います。そういった中で、見直しの視点として全国水準、こういったものを踏まえさせていただいて、全国並みにさせていただけないからでしょうかというような形で、さまざまな団体の方とかとですね、お話をさせていただいた中で、補助の見直しとかですね、そういったものも取り組みをさせていただきましたし、単にですね、予算を前年同額にするんではなくてですね、実績に見合った形で、毎年度これぐらいしか必要となってないんじゃないかということで、そういった形での実績に見合った予算計上といったものもさせていただく中で、選択肢集中事務事業の見直しをさせていただいたというところでございます。次、人件費の見直しでございます。先ほど申し上げましたけれども、職員の給与の臨時的な削減という形で、こちらの方がその削減の内容でございます。各年度ごとに40億円ほど職員の方にですね、お願いをして、臨時的削減を取り組みをさせていただきました。こちらの方はですね、職員だけではなくて近畿会の先生方にもですね、同じくご協力をいただいたというところも申し添えさせていただきたいと思います。で、この臨時的削減とは別に改善額として35億円、これは見直しという形で削減をさせていただいたものでございます。これは何をしたかといいますと、この辺りでありますけれども、例えば小規模な施設、小規模な組織、10人以下の課とかですね、係、ちっちゃい係があった時に、そういった係であれば統合、課も統合したら、課長が2人いたものが1人でいい、係長が2人いたものが1人でいいというような形の、そういった形の見直しをさせていただいたり、したというところでございます。また一方ではですね、その見直しだけではなくて、
脱炭素という大きな流れの中で環境局という新しい組織も編成をさせていただきましたし、高齢人口の拡大というものが重要であるということで、これまでの組織を編成し直しさせていただいて、観光文化スポーツという新しい組織を作らせていただいたりというところも合わせてやらせていただいたというところでございます。そういった中で全体として人件費としては35億円、改善をさせていただいたというところで、次でございますけれども、交際費の抑制という形でございます。こちらの方、先ほどお話した通りですね、実質交際費率というものがですね、18%、まあ、借金の比率ですね、借金する比率が 18% 以上と見込まれたためにですね、交際費負担適正化計画というものを前倒しで策定をさせていただきました。で、計画の策定、令和2年度、2年3月にさせていただきましたけれども、見込みの通り、この令和4年度決算で 18% 以上となりましたので、本件は被災許可団体に行こうという形に、なってしまいました。で、そこから先ですね、こういった形で、交際費、実質交際費率というものは変動していって、現在の適正化計画、では令和20年度にですね、この 18% を下回って被災許可団体から脱却することができるという見通しで今計画を進めさせていただいてございます。申し上げた通りですね、そのあらかじめ交際負担適正化計画というものを策定をさせていただいて、これは国にもですねお認めをいただいておりますので、今現在令和4年に被災許可団体に移行いたしましたけれども、これをもって新たにですね、県民の皆様に何らかの新しい影響とかご負担とかそういったものをかけるといったものではないというふうには考えさせていただいているところでございます。で、小崎さん適正化計画に基づいてその管理をさせていただいているというふうに申し上げましたけれども、どんなふうになっているかというのをお示ししたのがこのページでございまして、投資の事業費と実負担の推移という形であります。先ほど申し上げている通り、実負担で管理をさせていただいておりますので、令和元年当初の時点で、新潟県交際費借金の返済の中で実際に自分で負担する額が961億円でございました。で、これをですね、実負担で管理をさせていただいて、令和5年当初時点ですね、では721億円という形で、パーセンテージとしては 25% 実負担を抑制をさせていただいております。非常に大きな形で減少させていただいておりますけれども、ただ見ていただくとお分かりの通りですね、当時の全体事業費、国庫補助金とか地方交付税の配、措置される分も入れた全体の事業費は令和元年当初で2600億円、非常に大きな額でありましたけれども、次の年に大きく減少いたしました。ただ令和5年当初で見ていただくと2205億円ということで、このあたりと比べても、大きく減少はしていない、逆に少し増えているという状況でございます。これが何でかというところでありますけれども、これは実負担としてはしっかりと管理をさせていただいて見直しをさせて減少させていただいておりますけれども、ただ例えばですね、この防災減災国土強靭化のための5カ年加速化対策というのはですね、国の方で補助金とか地方公財政措置、非常に手厚いですね、さまざまな制度がございます。これを最大限県の方としては活用させていただいて、自己負担額が管理される中で少ないところでございますけれども、こういった有利なものをできるだけ活用させていただく中で、可能な限り必要な都市事業料を確保させていただくという取り組みをさせていただいているというのが、こちらの方で申し上げさせていただきたいことであるというところでございます。それからこちらの歳入の確保策としてご説明申し上げたいものでございますけれども、これは国の方にですね、様々にお願い働きかけをさせていただいているというところでございます。一番としては地方交付税算定の見直しということで、新潟県は全国に比べて人口減少が急激に進んでいると
というところもございます。そういった実情を考慮してですね、少し算定方法で新潟県の実情をですね、組んでいただけないでしょうかというような形でお願いをさせていただきました。これは地域社会再生事業費という形でですね、新たな制度を国の方でもですね、組み取っていただいて作っていただきました。これは急激に人口が減少しているところにですね、少し手厚く配分していただくような費用でございまして、これによってですね、新潟県の方も他県に比べてですね、そういった国税の算定が有利になっているというようなところもございます。加えて先ほど申し上げたとおりですね、国の方でもさまざまに有利な制度をご用意いただいておりますし、また新潟県の方でもですね、お願いしたまた有利な制度のさらなる手厚い、地方債の創設みたいなところもお願いさせていただいて、国の方に来ていただいているというのが実情でございます。で、3番目でございますけども、これ除雪でございます。これ国の方でですね、除雪の際に、補助いただける法定の率というのがあるんですけども、これは3分の2でございまして、法定では3分の2だったんですけども、実は従前はですね、あまりこの法定通りに来ていない実情がございました。これもですね、しっかりと本件豪雪地帯がありまして、これ法定通りいただけないと説明のところがございますという形で、国の方にしっかりお願いをさせていただいた結果、今現在、数年来ほぼ充足する形で国の支援をいただいていることがございます。そういった形で、さまざまに国に働きかけをさせていただいて、それはある程度実現しているというところでございます。はい、それから歳入確保策として、ふるさと納税というものもですね、新潟県、一生懸命頑張らせていただいています。寄付額の推移というところでありますけれども、ふるさと納税、令和2年3億でありましたけれども、令和4年で8億ということで、これは都道府県で見ますと全国3番目ということで頑張らさせていただいております。ただ上には上がございまして、1位は山形県さんで23億円ということで、非常に大きな額でありますので、さらに新潟県頑張っていきたいなというふうには思っておりますけれども、これは当然出取りがありまして、新潟県の方が他にふるさと納税されているということもありますので、トータルとして損しているんじゃないのみたいなこともあるかなと、お考えかなと思いますけども、しっかりとトータルとしてもプラスで、なっているところは申し添えさせていただきたいと思います。また企業版のふるさと納税というものもですね、取り組みをさせていただいて、これ下の方に書かせていただきましたけども、企業版の方で全国初めてということで、人も派遣していただいて、いう形の全国初のですね、ふるさと納税もしていただいているというところでございます。それから歳入確保策の3つ目でありますけれども、医療財産の活用促進ということで、これ県もですね、さまざまな土地建物を所有をさせていただいておりますけれども、こちらもやはり使わなくなったものというものがございます。例えば手形で見ていただきます、この新潟盲学校、旧新潟盲学校でありますけれども、これもですね、すでに、四つ葉学園というものがですね、活用しておりますので、こちらの方は保社、土地との利用であるということであります。そういった不要になった不動産の方をですね、購買をかけさせていただいて、次、売却をさせていただいている、それを再入にさせていただいているというものでありますけれども、当然のことながらですね、ただ単に売っているということではなくて、まずは地元の市町村にですね、これ使いますかというところもしっかりとですね、お話をさせていただいて、そういったものの家庭のご要望があれば、そちらをまずはもちろん優先をさせていただくという中で、こういったご要望もないといったものについては、こういった形で計画をかけさせていただいて、適宜売却を進めているというところでございます。新潟盲学校についてはですね、直近で14億ほどで、非常に大きな額で、売却することができたというところでございます。それからその他の取り組みということで、これは県の出資法人でございます。県、新潟県ですね、さまざまな法人に出資をさせていただいてございます。これは非常に少額の出資から高額の出資まで幅が広くございまして、小さなやつは全国一律でやっているようなものもありますので、そういったものは
なかなか数も多くなるんですけれども、例えばその出資率が 25% 以上というような形、またあの県の方の関わりが非常に深い法人といったものを抜き出させていただくと、大体57法人当時ございました。でこれについてもう時代の変遷とともにですね、県の関与というものを見直してもいいんじゃないかといったところ、こういった観点で、全て見直しをさせていただきました。その結果といたしまして、こういった形の見直しの実績が出たというところでございます。まずあの出資の引き上げ、これはあの統廃合とか解散といったものも含んでございますけれども、出資の引き上げをさせていただいたのは10法人でございます。で、出資の総額として33億円ほど引き上げをさせていただきました。それから県の職員を派遣させていただいておりました法人がございましたけれども、こちらの方も県との関係性の中でですね、もうすでに時代として必要もないんじゃないかといったところの法人、これが8法人ございまして、人数として53人あの派遣の引き上げをさせていただきました。これはあの人件費の方にあの跳ね返ってくるところでございます。で、それから県単の補助金ですね、これの方も見直していいんじゃないかといったところ、24法人ございまして、これも14億円ほどあの見直しをさせていただいたというところでございます。またあの計画年、まだ行政改革の行動計画年度内でありますけれども、今現在も見直しの検討させていただいているのが5法人ございまして、計36法人という形で、収支法人の見直しも進めさせていただいたというところでございます。で、今後の行財政運営というところに入らせていただきたいなというふうに思います。まず先ほど来申し上げておりました令和13年度に交際費の実負担のピークが来ますというふうに申し上げました。これはそれを図示したものでございまして、この令和13年度にですね、これおよそ800億を超えるんですけども、実負担、県で実際に負担をしなきゃいけない額に、この13年度に非常に高い山が来てございます。で、これをですね、なんとか乗り越えるためには、一体全体、県としてどういった対応をすればしなければいけないのかといったところで、申し上げさせていただいたのが、令和10年度末に450億円ほどお金を貯金しておかないといけないと。その貯金ができれば、なんとかそれを取り崩すことでこの山を乗り越えることができるんじゃないかということで、先ほど申し上げた通り令和10年度末に450億円という数字を、述べさせていただきました。で、このですね、そもそもこの令和13年度の交際費の実負担のピークといったものでありますけれども、なんでこんなに高い山ができてしまったのかといったところでありますけれども、やっぱり先ほど申し上げた資金手当債、交付税の措置がですね、ないというような資金手当債を最大限発行してしまっていたと。これは中越地震とかですね、中越沖地震、そういった度重なる大規模災害からの復興とか、あとはまた必要な行政サービスの水準、これを維持しなきゃいけないということで、やっぱり手元のお金が必要であったというところ、そういった中でですね、手当のない資金手当債を最大限発行してきたこと、こういったことが要因となってしまって、こういった山ができてしまったというところであろうかと。思います。こういったですね、危機的な状況、これをですね、再び、招くことがないようにですね、やはり今後もですね、しっかり堅実にですね、収支を見通しながら財政運営していかなきゃいけないというふうに、私の動向としては強く認識をしているところでございます。で、令和5年10月、先月末に、新潟県の行財政基本方針というものを策定をさせていただいたと申し上げました。これがですね、その概要でございまして、今年度末に、行財政改革の行動計画、これが終了をいたします。これ以降の令和6年度以降の運営の目標とか方向性、これをですね、
定めさせていただいて、この10月に提案とさせていただいて公表したというのがこの基本方針でございまして、今後はですね、この基本方針にのっとって今後の13年の実質負担のピーク、これに備えながら運営をしていくということになります。で、その時のですね、その中身というものを少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、一つ目がですね、目標として、大規模災害に備えた財源対策基金の確保、230億円すでに確保させていただいたと申し上げましたけれども、これを引き続きしっかりと確保していくというのが一つ目の目標でございます。で、二つ目がですね、令和13年のこの交際費の実負担、これに大きな山がありますので、これに必要な検査管理基金、令和10年度末までに確保すると450億円と申し上げましたけれども、その確保が必要であるということでありますし、今後経済状況また変動が予想されますので、そういったものに備えてですね、現在の見通しよりもさらに基金を積み増せるようにですね、努力をしていきたいというのが2つ目の目標でございます。で、3つ目が実質交際比率の改善ということでございまして、実質交際比率、令和20年度に 18% を下回るようにということで目標を立てさせていただいておりますけれども、基本方針の中ではですね、当然その、引き続き、適正化計画遵守していくということはもちろんでありますけれども、さらには少しでも早く達成できるように努めるといったところも基本方針としては記述をさせていただいているところでございます。また将来負担比率、これは後ほどご説明させていただきますけれども、将来負担比率という比率がございまして、これはこの実質交際比率の比率と同様にですね、今後改善をしていく見通しになっているわけでありますけれども、これもさらなる低下を目指していきたいというのが4つ目の目標でございます。で、5つ目としては、簡素で効率的な行政体制、これをですね、しっかりと構築をしていくということで、効果的効率的な組織体制を努めるというところを目標として掲げさせていただいているところでございます。で、必要な基金の確保というところのページでありますけれども、先ほど申し上げた通りですね、令和10年度末に450億円、これがなんとか確保できれば、この令和13年度の補助金の実負担の山に対応することができるということであります。で、これを積んだものをですね、すべて取り崩して、やっとギリギリ、この山を越えることができるというのが現在の見通しでございますけれども、本当にギリギリのお話でございますので、まだまだ安心はできませんので、さらなるこの基金の貯金の積み増しですね、これに取り組んでいかなければいけませんし、さらにはご案内の通り、今金利が非常に上昇局面にありますので、全く気は抜けないというのが現在の状況であります。で、これが金利の直近の推移でありますけれども、長期金利で見ていただきますと、これ10年ものの国債の金利の推移でありますが、こう上がっていって、このグラフ上は 0.82 というのが直近でありますけれども、今日見てきた数字では今 0.726 ですね、今日の時点で 0.726 というのが直近の数字でございました。一時1まで近づいたんですけれども、少しまた今落ち着いてきてはおりますけれども、長期的にはおそらく上がっていくトレンドになるんだろうなと思います。この金利が上がっていくと、やはり今後の借金の返済額に大きく影響してくるということになりますので、ここはしっかりと注視しながらですね、毎年度の見通しをですね、ローリングさせていって、財政にしていかないといけないということかと思ってございます。で、先ほど申し上げている実質交際比率の状況と将来の推計というところでございます。18% 以上となった場合に、発行でこれ総務大臣の許可を必要とする被災許可団体となるというふうに、申し上げました。で、先ほど申し上げた通り、4年度決算で、この 18% 以上に見込み通りになりましたので、本件は被災許可団体に移行したというところでございます。で、これ、あらかじめ前倒しで策定をして、
いるし、現在も着実に重視をして取り組んでいるというところでありますけれども、この20年度までにですね、目標とするというところでありますけれども、この被災許可団体になってから、この脱却するまでの期間が非常に長いというのが、私どもの見立ての中で大変申し上げられないところでありますけれども、なんとかこれはですね、先ほど申し上げた基本方針の中でもですね、少しでも早く達成できるように引き続き努めていくというのが現在の基本方針の中でも示させていただいたところでございます。これは実行再比率全国の比較でございまして、現状では 18.2% ということで、北海道に次ぐ全国ワースト2番目というのが現在の状況でございます。で、これ将来負担比率の状況および将来の推計という形でお示しをしたものでございます。これは将来負担比率とは何かというとですね、これは先々に支払いが必要となる借金の額の大きさというものをイメージしていただけると近いかなと思います。県税とか地方交付税といった、県が自由に使えるお金に対して、将来的に支払いが必要となる借金の残高の大きさを示す、いわゆるストック資料であるというふうにお考えください。で、これもですね、上が新潟県の状況でありまして、これ下がですね、全国の平均でございます。はい、新潟県の方はですね、取り組みによって、今後減っていくだろうなというふうに見通しておりますし、これをさらに早くですね、改善していくように努めなければいけないということで、取り組みさせていただきたいと思っておりますけれども、見ていただくと分かりの通りですね、全国の方はもっとはるかに低いと、さらにすでに減少局面に来ているということがございます。実は先ほどの実質交代比率の方もですね、これはこれが下が全国の平均でございまして、全国の方も非常に低い水準であって、さらにはすでに新潟県が上がっていく中で全国は減少局面というのが非常に大きなところでございます。ではなんでこれがですね、こんなふうに推移をしてしまったかと、全国と比べて高い水準に新潟県になってしまっているのかというところでありますけれども、いろいろですね、分析をさせていただきました。やはりですね、大きな要素としては大規模災害が新潟県頻発をしたという中、また必要な行政サービス水準を維持しなきゃいけないということで、資金手当債というものをですね、非常に大きく発行してしまったというのが一つで、もう一つが交際費の償還スケジュールを見直しをしたというのが大きな要因として挙げられるのではないかなというふうに思っております。これはどういうことかと申し上げますと、交際費の償還、おおよそですね、今現在の償還スケジュールというのは、10年の借金をですね、させていただいて、それをこう2回借り換えをして30年かけて返済するというのが現在のスケジュールであります。ただ従前、平成20年まではですね、それは20年で返済をさせていただいてました。その20年で返済をさせていただいていたのを30年に返済の償還スケジュールを見直しをしたというのが影響しているのではないかなというふうに思います。で、その返済のスケジュールをなぜ見直したのかというところでありますけれども、そこはその国の方でですね、交付税のですね、措置、これの方をですね、従前20年交付税措置していただいたものを当時、30年にですね、交付税措置を見直しをしたというのがございまして、それに合わせてじゃあ借金の償還も30年に償還スケジュール見直してもいいんじゃないかということでさせていただいたものでございます。ただそれは他県でもいくつかの他県がやったものでありますけれども、結果してですね、その償還のスケジュール、それがですね、大きく影響して、結果先々の負担が大きくなってしまって、新潟県の交際費の総額がですね、交際費の実費負担とか実費負担残高、これが高くなってしまっている人という要因になっているんだろうなというふうに考えさせていただいているところでございます。したがってですね、交際費の実費負担、実質交際比率、またこの将来負担比率、この2つの比率をですね、しっかりと見させていただきながら、少しでも早く改善できるようにですね、引き続き取り組んでいく必要があると
というふうに考えているところでございます。ちなみにということで将来負担比率の全国比較でございますけれども、こちらの方も、今現在令和4年の決算でありますけれども、新潟県 の303ということで、全国で上から4番目という形で非常に高い水準でなっているということが見ていただけるかと思います。で、これが策定をさせていただいた行財的基本方針の体系というものでございまして、これは見ていただいた通り適正化計画、それから年2回の見通しのローリングですね、また毎年度の予算編成、こういったものは引き続き継続させていただく中で、5年度までの行財的改革行動計画を基本方針に、転換させていただいて、引き続きしっかりと、健全な財政運営に向けて、取り組んでいくということになろうかと思います。で、今度はですね、令和6年度の当初予算編成というものについてですね、今現在県の方でもですね、来年度の当初予算編成に向けて、作業を進めさせていただいておりますけれども、そのあたりの考え方をですね、少しだけ述べさせていただきたいと思います。やはりこれまで行財的改革という形でですね、国の皆様にご理解いただきながら歳出参入改革させていただきますけれども、今後はですね、やはりその住んでよし、訪れてよしの新潟県、これを目指すためにですね、選ばれる施策、これを積極的に推進していきたいと思ってございます。また加えて足元、エネルギー価格、物価高騰、こういったものが大きな問題として横たわっておりますので、これに向けた対応、これもしっかりと取り組んでいきたいということでございます。で、編成の視点としてもですね、大きな中長期的な課題としてですね、3つ、自己減少、到達環境の整備などの自己減少、脱炭素、デジタル化、こういったものにしっかりと、また県の総合計画の最終年度となります重点施策としての防災減災対策、地域医療、健康立県、高齢人口拡大、等々にですね、具体の成果、これを発言させるような施策、こういったものを編成をしていきたいというふうに思っているところでございます。さまざまな政策課題への対応という形で、令和5年の当初算の中での編成の割合というものをお示しをさせていただいたものがこういった形であります。さまざまな形で編成をさせていただいているというところを見ていただければなというふうに思います。で、これはですね、来年度ではなくて本年度の令和5年度の当初算の主な取り組みという形でありますけれども、今現在の当初予算の編成の姿としては、まずはやっぱり物価高、この生活に苦しむ方々へのご支援をさせていただいた、また昨年大雨災害がございました、これに対する対応、また鳥インフルエンザ頻発いたしましたけれども、これに対する対応をしっかりさせていただく、また新型コロナの適切な対応もさせていただいているというようなところが今年度の足元の大きな課題、加えて中長期的な課題としての先ほど申し上げた脱炭素デジタル化、分散型社会、育て環境、こういったものもですね、中長期的に取り組みさせていただいているというところでありますし、さらには主な取り組みとして、防災減災、まちづくり、健康立憲、また、県内戦力活性化であったり、企業創業であったり、こういったところを、させていただく、こういった総合的な取り組みとして人口減少への対応、政策の総動員としての取り組みというものをさせていただいているというところでございます。で、ここから先はですね、それぞれの取り組みとして少しご紹介をさせていただくというところでございます。令和5年、今現在の本県のそれぞれの取り組みの少し具体でありますけれども、脱炭素社会の転換という形で、家庭部門、業務産業部門では雪国型の設置の導入促進でございましたり、脱炭素化の必要性、こういったものの情報発信をしっかり強化させていただくとか、運輸部門ではですね、次世代自動車の普及の促進であったり、洋上風力、それから農林水産部門、風収減対策、そういったものに関してましてはですね、構築連携による生産モデルの創出でありましたり、デジタル技術を活用したですね、森林吸収能力強化、ちょっとマッピングみたいにさせていただいているところであるといただきます。それから3つの目の2つでありますけども、デジタル改革の実行ということで、暮らしの DX、 これは駅地のオンライン診療体制を構築、また電子図書館に向けた整備、
産業ですとしては人材育成ですね、といったものであったり、建設分野におけるバックオフィスの DX 化、スマート農業導入促進、また行政の方でもですね、さまざまな DX 化の取り組みを進めさせていただいております。また人口減ですね、この分散型社会への対応ということでありますけれども、現在子どもを産み育てやすい環境の整備ということで力を入れて取り組みをさせていただいております。新潟県小結定期という保育園、それから小学校に入学する際にですね、それぞれ、満期を迎えるように、定期をですね、生まれた段階でお配りをさせていただくという取り組みをこの10月に始めさせていただいたところでございます。また総合的な子育て応援という形の子育て応援プラスという、生活のさまざまな面で子育てされている方々を応援する取り組み、また結婚もですね、応援をさせていただくという取り組み、新たにさせていただいておりますし、弱いターンの促進としての地域おこし協力隊の受け入れ拡大であったりというような形、また企業流出もさせていただいているというところでございます。それから足元のエネルギー価格、物価高騰対策であります。これは主に補正でございますけれども、さまざまに取り組みをさせていただいておりまして、LP ガス、特別高圧電力利用者の方々の負担軽減でありましたり、事業者の方々への支援として、地域公共交通の維持確保、農林水産産業におけるセーフティーネットを加入促進であったり、一般家庭においてはですね、フードバンク団体へのご支援みたいなものもさせていただいております。また、9月補正では、今回の渇水がございましたけれども、そういった方で、渇水対策へのご支援というものも、9月補正でご参加をさせていただいているところでございます。また、鳥インフルエンザで、避難を受けられた方々に対してもですね、当初と、それから6月補正予算でも対応させていただいております。はい、非常に駆け足になってしまいまして、うまくご説明できたか、もう一つちょっと自信がございませんけれども、本日はですね、こちらの方に書かせていただいた通り、これまでの本県の企業体制改革の取り組み、それからですね、今後どうやって運営していくのかという、その企業体制の今後の方針についてご説明を申し上げたところでございます。これまで5年にわたるですね、取り組みの中で、さまざまな面で、県の皆様にですね、ご説明をさせていただいて、ご理解を ご協力いただきながら取り組みを進めさせていただいたおかげをもちましてですね、なんとか達成することができましたけれどもですね、ちょっと再びこういった形がないようにですね、引き続き私どもとしてもですね、しっかりと、財政運営安定的な運営ができるようにですね、取り組みをさせていただくと。加えて、今後はですね、前向きな取り組み、こういったものをですね、しっかりと進めていけるようにですね、運営してまいりたいと思っておりますので、ぜひ引き続き、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げたいと思います。今、ご説明させていただきました情報につきましてはですね、またこういった形で、ホームページ等にも載せさせていただいておりますので、また、時間がありましたら、ご覧いただければなと思っているところでございます。大変拙いご説明で申し訳ありませんでしたけれども、本日はご説明聞いていただきまして誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。以上でございます。